どうもメンディーです。今回のムーブオンは東京の中でもオリエンタルな空気感が漂う街並みを皆様にご紹介したいと思います。まずはこちら上野恩賜公園にやってまいりました。ここはですね、1873年に日本で初めての公園としてこの地に建てられた、人工の公園ということで、いまだにね、石の橋だったりだとか、そしてこの季節、実はね今まだ朝の6時台5時台早すぎじゃない？こんな眠い目こすってね、朝からねパテ塗りたくってでも来たかったのには訳がございます。それはね、この恩賜公園といえば、いろいろ名物がございますけれども、ハスの花はねもう午前中しか咲かない、特に明け方とても綺麗なので、それをね目当てに眠い目こすって体引きずってきました。ですが、その前に、先にね、恩賜公園といえばここかなっていうスポットを皆様にご紹介したいと思います。じゃあちょっと行ってみましょう。そう、この石の橋ね、もう本当歴史を感じるよね。いやー、こう時代を超えていけそうだわ。いや、恩賜公園といえばまずこちらでしょう、弁天堂。いやー、朝早くここに訪れたからこそ見れるこの人気のない、本当に人が少ないね、この弁天堂っていうのもね、なかなかでしょ。いやー、なんかね、私も実はそこまでこの地に対してね、その知識があるわけじゃなかったんですけど、この公園ができて144年経つわけなんですけれども、その間ね、いろんな博覧会の、会場にもなった場所でした。でこの地にね、こうロープウェイというか、そういうなんか乗り物を作ったりだとか、今じゃ考えられないでしょ。そう。でそういう博覧会の当時のまだ写真ではなくて絵でね資料が残っているものを見ると、色鮮やかにねこの弁天堂もしっかりと描かれているんですよね。おそらくね、こういうなんて言うんだろう、整備された公園っていうのはもちろんね日本で初めてのことをで、そういう整備された空間の中にこのね色鮮やかな、わかんない、昔のその記録がもちろんカラーでは残ってないから、もしかしたらもっと色鮮やかだったのかな。とても鮮やかに描かれているんですよね。もちろんその今となってはね、どういう色をしていたのか当時わからないけど、それをまたこう頭の中で想像を膨らませながらこの周りをね歩くと、なんかこう当時というかもう100年以上前にタイムスリップできるような、そんな気がしてます。
ひとえにハスといってもね、こんだけたくさんの種類のハスが池にはあるそうなんで、行ってみよう。すごいね。すごいね。一面もうなんかどこの国だかわからないよね。オリエンタルなんだけど、近代的なマンションが建ってたりとか。いやー、ほんとこの夏のまさにこの季節にしか見えない光景だよね。ハスの花が咲き誇ってて、向こうに弁天堂が見えて。いやー、このねデッキというか、これは池の上にデッキがこう設置されているんですけど、このハスの景観をより一般の方が楽しめるようにということで、近年ねできたものなんですよね。だから昔の人はね、この景色を見ることができなかったのかもしれないね。そう考えるとなんかいい時代に生まれてきちゃったぜみたいなね、特にこういうやっぱそうね、自然を堪能してる時にすごく幸せを感じるのはありがたいことだよね。心なしか今ね、もうたくさん一般の人たちがカメラ持ってハスと睨み合いしてるんだけど、心なしかね、皆さんの表情がなんかこう穏やかな感じがするのね。いやー、なんか早朝だからまだ空気が涼しくて、夏ってことをちょっと忘れちゃいそうなね。なおかつ昨日雨だったのでね、こうハスの葉に水たまりができてたりして、ちょっと幻想的な霧の朝です。それにしてもなんか本当にどこの国だろうって感じだよね。まずそのハスの花に弁天堂っていうところでものすごくアジアな感じはするんだけど、この高層マンションがここ近年でできてから、この多国籍感っていうのがすごくとても魅力的な意味で、この不忍池の特徴になってる気がする。なんとなくこう異国の言葉でこんにちはってなんか挨拶交わしたくなるような朝ね。いやー、なんかこう始発で来る上野っていうのもね、こう人気が少なくて、ある意味贅沢だわまだ上野動物園もねオープン前だから人がほんと少なくて、でなんかこの人気の少ない時間にまだ
クローズでオープン前だから門は閉まっちゃってるんだけど、人気のない世界遺産をねちょっと見たくて立ち寄りたいと思います。こちら国立西洋美術館ね、まだ朝9時半にオープンだからね、この門は閉まってしまってんだけども、ここはねル・コルビジェが設計デザインした建築物で、フランスのねもう有名な建築家でございます。私もなんかこう、デザインはもちろんなんだけれども、そのデザインの発想の着眼点がとても好きで、いろんな、例えばこういう美術館ももちろんそうですけども、一般のね市民が生活するようなアパートに至るまで幅広くさまざまな建築物を、デザインなさった方で、でこの、国立西洋美術館は1959年もう今から、58年前に、ここに建てられた建築物になるんですけれども、ル・コルビジェ氏実は日本に日本の建築物で設計を担当なさったのはここ一箇所だけということで、なんだろうな、その。やっぱまだ海外旅行が一般的じゃなかった時代、外国のものを目で見るということがなかなか難しかった時代に、向こうの人がデザインしたものをこういうふうに日本に持ち込まれて、日本の地にこういうふうに建てられて、少しずつその海外っていうものが身近になってきた一つの象徴的な建築物だったんじゃないかなというふうにも思えます。で、中入っていただくと分かるんですけども、下の方に降りてって、でどん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 最初下からスタートしてどん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 上に上がってくるっていうようなデザインになってて、その上のああいう狭い窓から差し込む光がとても効果的になるような設計をされていてね、それまでのおそらく日本にはなかなかなかった発想、日本の建築家にもとても影響を与えた、一つのシンボル的な建物です。もしかしたらこの美術館行ったことあるっていう方、絵や芸術が好きだったらいらっしゃるかもしれませんけれども、そういう時代背景のことなんかも改めて考えていただいて足を運んでいただくと、またその見え方がすごく幅が広がってきて、この建築物のなんかこう本当の意味みたいなことが見えてくるような気がします。門は開いてないけど、なんか贅沢、なんか一人でこう占領してるような感じで、さてっと短い旅の締めはやはりねここでしょう。上野駅にやってまいりました。
案外知られていないんだけど、実は昔ここはこういうふうに使われてたのよっていうようなね、跡が、跡っていうか、まあ空間があるんですよ。行ってみましょう。ここここ。案外通勤とかだけにしか使ってない人は見落としがちかもしれないんですけどね、この空間。あのね、この天井が低いところと高いところの差が大きい上野駅ですけれども、実はですね、今私が立っているここ、今でこそこう、まあ、ハードロックカフェだとかこうレストラン街や地下につながるこう連絡口みたいになってますけど、実はねこちら側、ここがね昔は切符売り場だったんですよ。実はね、今じゃ考えられないかもしれないけど、こう一面こうちっちゃいこうなんていうの、駅員さんが顔を出しているようなスペースがあって、そこでねこっち側で切符が売られていて、でこの上のそのスペースをうまく活用してね、今はこういうふうにレストランへの連絡口みたいな設計に作り変えられてますけど、実は昔はそういうね、ここが空間だったんですよ。ね、そう考えるとなんかまたちょっと見方変わってくるでしょ。そうそう、ここ、まさに向こう側が切符売り場だった場所で、でもよくよく考えると上野駅、今この駅舎が、まあ、第2号というか第2号といってもね、1932年、昭和7年なので、今からもう85年、実は上野駅ってここにこの形で建てられて時間が経ってるんですね。でわりかしこう、まあ、地震の国っていうこともあるけれども、どん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 新しい建物がに新しい建物に建て替えられていくっていう、その日本の現代のその建築物の歴史において現役としてね、この姿形を残してくれている大型の駅の数少ない一例で、でやっぱり人の人口のどんどん増えてきてるわけだから、よりその元もあったスペースをうまく有効活用するために、こういうね、昔はこういうなかったわけですから、レストランへの入り口だとか、なんかこう賛否両論あるけど、まあ守られてるんだなっていうか、上野駅がね。で私自身今日なんかこう上野の駅を巡ってみて、さっきの公園や蓮の花や池や、そして駅、この本当100年近い歴史の中の、まあ、公園まで含めたら100年以上だけども、そのあまり実は上野駅個人的には好きな場所じゃなかっただけに、
でもなんかこう、いくらこのプログラムとはいえ、自分の足で巡ってみて、見え方がなんか不思議と変わりました。今まで29回ムーブオン皆様にお届けしてますけども、その1日の撮影の中で一番私自身ですけど見え方が変わった街かな。なんかもっと早いうちから愛してあげなくてごめんねっていう気持ちに今すごくなってます。もしも、上野駅に馴染みのない方、もしくは、まあ、通勤に使っていつも通ってるけどあまり意識して見てこなかったっていう人は、改めてねちょっとこの上野の駅近辺の周りの歴史をご自身で実際に調べていただいてからこう来ると、なんか自分も歴史の一部になってるんだなっていうような、そういう感覚になります。ぜひねこの夏ぜひどこか、まあ遅い夏休みでもご旅行に行かれる皆様、もしかしたらねこの上野初の夜行列車ないけども、今は新幹線なんか乗るかもしれない、新しいなんか気持ちで上野を見ていただければ幸いです。それではもしかしたら今ご覧いただいている皆さん以上にちょっと自分がこう今日は感動してしまっているかもしれませんが、お許しください。ではまたの旅を。メンディーでした。寄り添った
千葉。